はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。フィクソスター父のスピカでございます。今回ですね、スイッチの無料体験版でちょっと気になったやつが、以前に発売されてるやつなんですけど、ちょっと気になってるやつがあるので、無料体験やっていきたいと思います。このディスティニーコネクトっていうやつですね。こちらの方ちょっとどういうゲーム性なのかやっていきたいと思います。一応オプションの方見てみましょうか。BGM が選べますね。これが大きくなって、ちょっとちっちゃめしましょうか。 BGM SE っていうのは声ですね。この辺りでいきましょうか。視点左右リバースノーマル、視点上下もノーマルかリバースかですね。カメラ回転速度通常速い遅いって感じですね。通常で自動回転左右っていうのがしないするっていうのが選べますね。自動回転上下もするかしないかですね。でメッセージが通常か早いか瞬時か、通常、オート再生早い瞬時、これも通常って感じですね。自動スピードアップしないする、なんでしょうね。自動スピードアップ、イベントシーンの演出の速度を常時倍速にするかを設定しますってことですね。イベント制はしないですね。通常でいきましょう。こんな感じで、設定変更はこんな感じですね。よし、じゃ本編いきましょう。初めから。さあ、どういうゲームなんでしょうね。第一章、時の流れを感じた日。音はないみたいですね。呼びます。よし、完璧。シェリー、準備できたの？うん、ママ。えへへ、どう？あら、かわいい。今日も上手にセットできたわね。うん、ママとパパが誕生日プレゼントにくれたお気に入りのドライヤーでバッチリセットしたよ。うふふふ、気に入ってくれて嬉しいわ。きっとパパも喜ぶわよ。そうそう、今日はパパが帰ってくる日だから、みんなで一緒にご飯を食べましょう。パパ帰ってくるの？やったー。パパ帰ってくるのどれくらいぶりだっけ？パパがお仕事に出かけたのが7月だったから、だいたい半年ぶりくらいかな。半年か。パパが帰ってきたら私パパにパンチしちゃおっと。あらあら、どうして？だってパパ急に仕事に行っちゃって全然帰ってこないんだもん。家にいる時だって仕事ばっかりで、ママも私のこともほったらかしでさ。それにパパだらしないから、ちゃんとお風呂に入ってるか心配。汚い服着てボサボサの頭で帰ってくるんじゃないの？もしそんな格好で帰ってきたら、私もう一発おまけにパンチしちゃうんだから。ふふふふ、シェリーはパパに厳しいのね。そんなことないもん、ママが優しすぎるのよ。そうね、それじゃママもシェリーと一緒にパパにパンチしちゃおっかな。うん、そうしよう。そうしたらきっとパパもママを寂しがらせたりはしないはずだよ。うん、そうかもしれないね。それじゃシェリー、一緒にパパをお出迎えしたいから、今日は遅くなる前に帰ってきてね。そうそう、それとこれはおばあちゃんのところに持ってって。アリアの小包をもらった。今日はニューイヤーカウントダウンのお祭りで、おばあちゃんはまだお店を開けてると思うから、差し入れに渡してあげてね。
シェリーも行ったことあると思うけど、おばあちゃんのお店覚えてる？うん、クロックニーの町にあるカフェでしょ。そう、カフェブロッサムね。今日は町の中にもたくさん人がいて、まっすぐお店に行けないかもしれないから、迷っちゃいそうだったら地図を見ながら行ってね。はい、これお小遣い、無駄遣いしないようにね。気をつけて行ってらっしゃい。お、移動と視点操作、キャラクターの移動操作と視点操作について。デフォルトの操作設定の場合、 L でキャラクターを操作します。 L を左右に倒すと横移動、上に倒すと前進、下に倒すと手前に進みます。L を少し傾けると歩き、大きく傾けると走ります。また、L を押しながら移動するとダッシュができます。ダッシュを使うことで通常より速くフィールドを移動することができます。R でカメラ操作を行います。右に R を倒すとキャラクターを中心に時計回りで視点が移動します。左に R を倒すと反時計回りに視点が移動します。上へ R を倒すとキャラクターの頭上へ、下へ R を倒すとキャラクターの目線位置までカメラ視点が移動します。 ZR を押すとカメラ視点の距離を遠くへ表示できます。通常、中距離、遠距離の順番で切り替えることができます。なるほど。ああ、こんな感じで、ああ結構しこれで視点が変えれる。3つ変えれる？こうか？よし。ちょっとこれが近いのかな、一番。さあ、行ってみましょうか。ちょっとまだ操作になれない。またこの映画やってるんだ。未来が滅んで子供が戦うベタなやつ、大して面白くないけど主役の男の子だけかっこいいんだよね。敵が現れた。いきなり攻撃。基本戦闘1、敵への攻撃と勝利条件について。攻撃コマンドを選択、上下で攻撃コマンドを選択します。攻撃対象の選択、攻撃コマンドを選んだ後対象を A で選ぶと攻撃を開始します。すべての敵の HP を0にすれば勝利です。それでは攻撃を選び、攻撃する対象を選んでみましょう。ちょっと待ってください。ちょっと音うるさいですね。設定できないかな。なんかいっぱいある。ちょっと待って。設定。今設定できないな。あ、設定できない。まあちょっとコマンド戦うと選びましょう。これ2つ。こっちか。この映画最後どうなるんだっけ。まあいっか、お祭りに行こうっと。
おお、タウンマップと次の目的、タウンマップの表示と次の目的の確認。タウンマップについて、フィールドで Y を押すとフィールド全体が確認できるタウンマップが表示されます。タウンマップ画面では区画や区画内の場所を確認できます。次の目的、次に進むための目標行動が表記されています。行き先に迷った場合はここをチェックしましょう。セーブロードとシステム、セーブロードのやり方とシステムについて。セーブロードについて、セーブロード画面では現在のデータをセーブしたり、前回保存したデータを読み込んだり、読み込んで続きから遊ぶことができます。セーブにはオートセーブと手動セーブがあります。オートセーブは物語の終わりに自動でセーブが行われます。セーブメインメニューのセーブロードを選んだ後、セーブを選ぶとセーブ画面に入ります。セーブしたいスロットを、右左で選択し A を押すことで、右左上下やな、上下でセーブしたいスロットを上下で選択し A を押すことで現在のデータを保存することができます。すでに保存済みのセーブデータに上書きすると古いセーブデータは消えてしまうので注意してください。ロード、メインメニューのセーブロードを選んだ後、ロードを選ぶとロード画面に入ります。ロードしたいスロットルを右上下で選択し A を押すことで前回セーブしたデータを次から遊ぶことができます。ただし現在の データは消えてしまうため注意してくださいということですね。いつもシステムか。メインメニューからシステムを選ぶとオプションの変更とヘルプの確認、タイトルへ戻ることができます。オプション、サウンド、カメラ操作、イベントシーン、バトルシーン、セーブについての設定ができます。ヘルプ、今までのチュートリアル内容をまとめて確認できます。操作方法が分からなくなったときはチェックしましょう。タイトルへ戻る、選ぶとタイトルに戻ることができます。その際データは保存されないので注意してください。メインメニューを開く、フィールドで、X を押すとメインメニューが表示されます。各項目の詳細についてはシステムのヘルプからご確認ください。地図どれだ、地図は Y だね。次の目的、カフェブロッサム、ママからの使いで小包みを渡しカフェブロッサムに向かおう。カフェブロッサムですね。で、右左とかで選べるんですね。一応カフェブロッサム行きましょう。おお、結構 3D っぽい映像ですね。お、誰かいてる。こっから見えるセーブザクイーンが好きなんだ。お城みたいに大きなあの建物だよ。この町で一番大きなシンセデパートなんだよ、ということですね。おー、ちょっとなんか画像が、操作がまだやりにくい。視点の切り替えが。お、なんだこれは。あ、シェリー、フェゲレオじゃない、こんなところで何してるのよ。いや、シェリー、これからお祭りに行くんだろ。女の子が一人で暗い夜道を歩くのは怖いだろうと思って迎えに来たんだ。ひー、もうしっかりしてよ。怖がってるのはあんたの方じゃない。ごめん。まあいいわ、一人でお祭りを回るのも退屈かもしれないし。ペグレオ、一緒に行こう。お、ペグレオが仲間になった。なんだこれは、これなんか何でもない、人がいるけど。お祭りのために待ち合わせしたんだけど彼女が来ないんだよね。だから時間つぶしにうろうろしているんだけど、ということで、まあ、あん
んまり大した会話してないような感じですね。この一般の人らは。ここか。一応エリアが限られてる。ここだね。カフェに入りますか。おお、いっぱいいる。いっぱいいるけど、あの、びっくりマークの人に話してよ。あ、これおばあちゃん。おばあちゃんまた綺麗ですな。お母さんも可愛かったけど、おばあちゃんもまた綺麗ですね。はいはい、いらっしゃい。おや、シェリーじゃないか。よく来てくれたね。こんばんは、おばあちゃん。あ、おばあちゃんもその映画見てるの？ああ、これかい？大して面白くないけど、主役の男のだけ可愛いからね。うわ、私も同じこと思った。ははは、そうかい？千鈴ってやつだね。そうそう、これママがおばあちゃんにって。おや、ありがとうね。シェリーのおかげで元気が出て、おばあちゃんバリバリ働けそうだよ。そういえばパパはどうしてる？ずいぶん長いこと家を空けているみたいだけど、そろそろ仕事から帰ってきたかい？まだだけど今日帰ってくるって。そうかい、よかったじゃないか。久しぶりの家族3人の時間、楽しく過ごすんだよ。ありがとう、おばあちゃんも来ればいいのに。あはは、私は遠慮しておくよ。ハッピーニューイヤーは稼ぎ時だしね。あ、そうだ、パパが帰ってきたら伝えておいてくれるかい？暇な時テレビの調子を見てほしいってね。またおばあちゃんのテレビ調子悪すぎじゃない？しょうがないさ、もう30年は使ってるからね。そんなに？もう新しいの買えば？バカ言っちゃいけないよ。物を大切にしなくちゃ罰が当たるってもんさ。この子はまだ元気に動くんだから、可愛がってやんなくちゃね。そういうものかな。それよりシェリー、これからお祭りを見て回るんだろうけど、町の外れの方には行っちゃいけないよ。町の外れの方？どうして？何ヶ月か前におかしな事件が起こった場所だからさ。最近この辺も物騒だからね。河原の神にたたなしさ。さあ、触らぬか。触らぬ神ってどういう意味？厄介ごとに自分から首を突っ込んで回っちゃいけないってことさ。面倒なことに巻き込まれたくなかったら、余計なことはしちゃいけないよ。わかったね。はーい。で、外に出る？なんかいてるけどいっぱい。まあいいでしょう、会話は。ペグレオ、行くわよ。え、行くわよってどこにさ。決まってるじゃない、町の外れよ。だってさっきシェリーのおばちゃんに行っちゃダメって言われたばかりじゃないか。分かってないわね。そんなワクワクする場所に行かないなんて人生損してると思わない？全然思わないよ。危ないことに巻き込まれちゃったらどうするつもりなのさ。大丈夫よ。事件があったのは何ヶ月か前なんでしょ。何ヶ月もの間同じ場所がずっと危ないなんてことあると思う？そんなの分かんないだろ。本気で行くつもりなの？当然よ。私、可愛いものと冒険には目がないの。さあ行きましょう。頼むから少しは考えてよ。分かったわよ。確かに私ちょっと無計画すぎたかもしれないわね。だろ？危ないとこに行ったらシェリーのお母さんも心配するだろうしさ。そうよね。
町根外れとは聞いたけど、それが北の方なのか東の方なのか西の方なのか全然わかんないもんね。え、そうよ、場所がわかんないきゃ話にならないわ。ペグレオ、事件があったのはどの辺なのか町の人に聞いてみよう。僕が言った少しは考えてよってそういう意味じゃないんだけどな。街で情報か。外出るんかな。お、フィールドできること、話しかける、区画移動、ミニマップ、その他の操作、話しかける、アイコンが表示されている人には A を押して話しかけることができます。さまざまな人から話を聞いて情報を集めましょう。また地面に落ちているものなどは A で調べることができます。区画移動、アイコンの位置へ移動するとその先のエリアへ進むことができます。ただし蒸気アイコンのある場所の先にはエリア移動することができません。アイコンの位置へ移動するとイベントが発生します。ミニマップ、フィールドでの画面右上にはフィールドマップコマンドが表示されています。 R を押すことでフィールドマップコマンドを通常、拡大、非表示の順番で切り替えることができます。その他、パーティーメンバーが複数いる場合は ZL を押すと操作キャラクターを切り替えることができます。お、切り替えるでいいですね、キャラクター。なるほど、よし、ちょっと話してみますか。できることが追加されました。よう、君たちもお面つけたらどうだい。ソウルマンフェスではこのお面をかぶるのが一番かっこいいんだぜ。いや、いいよ、カフェは入らない。どこだ、もう一人、この奥、これか、この子か。ねえねえ、今デパートで創業1000年記念セールやってるらしいよ。冬物安くなってるかな。どこだ、あとは、あ、これ歩いてる。ソウルマンフェスはニューイヤーカウントダウンのお祭りなの。夜中中続くけど子供は帰らないといけないのよね。ようこそソウルマンフェスへ。このお祭りは30年前にクロックニーを救ったソウルマンをたたえるフェスティバルなんだよ。ソウルマンは魂を導く伝道師、物に魂が宿るって言い伝えのあるクロックニー英雄よ。あれ、全部話したんじゃない？あの奥？こっち？話したね。あれ？カフェかな？R で帰れる。あ、あそこに黄色い人、重要人物いるね。あっちだね。これは視点。ZR はこの視点ですね。これだね、こっちだね。中間ぐらいで行きましょうか、中間ぐらい。この人だね。これ地図。クロックニーの東の外れで起きた爆発事件を知ってるかい？俺も近くまで見に行ったんだけどなあ。だけどさ、地面がえぐれてえらいことになってたよ。お、爆破事件の情報を聞いた。聞いた？ペグレオ、町外れの林道でどうやら事件は起こったみたいね。行くわよ。本当に行くの？やめようよ、危ないからさ。よっしゃ、どこだ？あ、またちょっとこれ R。 あー、町の外れ、あっちか。あー、あれね、わかりやすいですね。見やすいですわ。地図も大きくできて。意外に操作性がいい。まあ、慣れれば。の。ちゃんと地図に書いてますから。
よし。あ、この先は危ないよ。立ち入り禁止になっているよ。近づくと怒られちゃうよ。黄色い人が要注意で話しないといけない人ですね。まあ、白い人は別に話さなくても、まあ、ストーリーにはあんまり関係ないって感じですね。見つけた。ここがおかしな事件が起こったっていう現場ね。うわ、地面がポコってえぐれてるよ。一体何をどうすればこんな風にえぐれるの？そうね、爆発が起こったって話を聞いたけど、周りには爆発しそうなものは一つもないし、もっと近くで見てみよう。ちょっとここ立ち入り禁止だよ。危ないってば。大丈夫よ、これくらい。ん？今なんか音しなかった？ちょっと勘弁してよ、もう帰ろうよ。うわーっ、何なのよ。逃げようよ、早く。ダメだ、もうおしまいだ。あの子、あの映画の主役の子にそっくり。助かった。ありがとう。バカじゃないのか？え？お前この場所が立ち入り禁止だって知らないのか？勝手に入って危ない目にあって、だからバカじゃないのかって言ったんだ。むー、もう夜になる。子供は家に帰れ。あんただって子供じゃない。何を偉そうに。シェリー、助けてもらったのに、なんだよその言い方。忠告してやる。家に帰ったら鍵をかけて一歩も家から出るんじゃないぞ。今夜だけはな。あ、行っちゃった。何なのあいつ、えらそうに。ちょっとかっこいいや、いいなって思ったけどさ、めちゃくちゃ嫌なやつ。いいじゃん、勝手に入って悪かったのは僕らの方だし、あれぐらい言われても仕方ない気がするけど。よくない、かっこいいからなおさらムカつく。じゃあかっこ悪い子だったらよかったの？そういう問題じゃない。はあ、僕もうよくわかんないよ。ああ腹立つ、もう帰ろう。ということで帰る。ん？何これ。なんか光線銃みたいな形してるけど。シェリー、そんなの拾うなよ。事件現場に落ちてた代物なんだよ。危ないものかもしれないじゃないか。なるほど、冒険の匂いがするわね。ダメだ、シェリーには逆効果だった。これは事件現場に来たお土産として持って帰ることにするわ。ペグレを帰るわよ。で、どこに行くんでしょうかね。
びっくりマークがありますね。あっち行きましょう。シェリー、遅いから心配したわよ。あ、シェリーのお母さん、こんばんは。こんばんは、ペグレオくん。シェリーをここまで送ってくれたの？はい。女の子が一人で夜道を歩くのは危ないので、男が守ってあげないと。うふふ、ありがとう。ペグレオくんはジェントルマンね。いやー、そんな、照れちゃいますね。ずっと私の後ろに隠れてたくせに。それじゃあ僕は帰ります。シェリー、また今度ね。じゃあね。またね、ペグレオくん。工房のお父さんにもよろしくね。さあシェリー、一緒にお家に帰りましょう。パパももうすぐ帰ってくるはずだからね。パパ遅いね。そうね。ママが作ってくれたご飯全部冷めちゃったよ。そうね。パパ今日ほんと帰ってくるの？ねえシェリー、花火見に行こっか。え？せっかく新しい年を迎える日なのにしょんぼりしてたらもったいないわ。ね、一緒に行こう。うん。わあ、ママ、綺麗だね。ほんと、綺麗ね。その時私は知った。今まで流れる時の中で生きていたことを。第2章、時は止まりメカは動き出す。何これ、みんな止まっちゃった。ママ大丈夫？どっか痛いとかない？うん、大丈夫みたい。シェリーは？私も平気。でもなんで私とママだけ？あれ、事件現場で見た変なやつ。ママ、家まで逃げよう。いた。
いやさっき拾った銃撃てた。何なのこれ。考えるのは後ね。ここまで逃げれば大丈夫かな。ママ、ママどこ。嘘でしょ、ママとはぐれちゃった。忠告してやる。家に帰ったら鍵をかけて一歩も家から出るんじゃないぞ。今夜だけはな。今夜だけは。なんであいつあんなこと言ったの。わけわかんない。家に帰るわけですね。なんか時が止まってしまいました。ママ、ママ、ママどこ？ママいないの？ママ、台所にもいない。キャー。何の音？パパの部屋から聞こえた気がしたけど、もしかしてパパ帰ってきてるの？パパ。ねえパパ、パパ、パパってば。うわ、びっくりした。なんだいシェリー、どうしたんだ。どうしたんだじゃないわよ。今日は一緒に遊んでくれるって言ったのに、声かけても全然気づいてくれないし、何回パパのこと読んだと思ってるの。ああごめんよ、パパ夢中になると周りの音が聞こえなくなっちゃうみたいなんだ。知ってる、前からずっとそうだもん。本当にごめん。それでいつ遊んでくれるの。パパもうちょっとかかりそうなんだ。もうちょっとってどれくらい。もうちょっと。あいだ、もういいわよ、パパなんか知らない。ごめんよシェリー。パパはいつも仕事ばっかり、全然構ってくれなかったな。パパの邪魔になったら嫌だから、あの部屋にはあんまり入れないようにしてたけど、ここに何か役に立つものあるかな。それにしてもパパ、床に本を散らかしておくなんて、私こういうの本当許せないのよね。あの本棚の空いてるとこに入れられそう。我慢できないから片付けておこうっと。ん？
この本棚引っ張りが出っ張りがあってうまく入らないな、無理やり押し込んじゃおう、せーの。え、床が、何これ、もしかして下にも部屋があるの、そんな話聞いたことないわよ。え、何、何なのよこれ。キャー、やだ、こっち来ないで。すまない、どうやら驚かせてしまったようだ。え、喋った。私の名前はアイザック。私は君を守るために生まれた。さあ握手だ少女よ。あ、握手、何言ってんの。あんた何なの。君のパパとは大親友だ。え、パパの大親友？パパ、変わった友達がいるのね。って、そんなのいきなり言われて、はい、そうですかって納得できるわけないじゃない。なんかもっとあんたが危険なやつじゃないってわかるような安心できる話してよ。いいだろう。とはいえ、私は最近物忘れが激しくてね。君を守るために生まれたということ以外はほとんど何も思い出せないな。しかも私にはパーツが足りないようだ。人を傷つけられるようなパワーはほとんどないと言っていいだろう。つまり私は君を守るために生まれたが別に強いわけではないということだ。全然話にならないじゃない、ないの。今ね、あんたみたいな変なのが街中に出てきて大パニックなのよ。おまけにみんな時間が止まっちゃったみたいにピタッと動かなくなっちゃうし、どうしたらいいのよ。止まっちゃったのなら動かせばいいだろ。動かすってどうやって。歯車を回すのさ。歯車？そうだ、この世のすべては歯車のおかげで動いているのだからね。そうなの？そうさ、歯車は円の下の力持ちなのだよ。でも止まっちゃったのは時間だし、時間には歯車はないと思うよ。なんだって？ではどうやって動いてると言うんだ。どうやってって、時間がどうやって動いてるか。時間は動くとかじゃなくて自然に流れてるんだと思うけど。歯車はないよ。なんだって？はあ、もういいわよ。ここでこんな話しても何も始まらない。ママともはぐれちゃうし、これからどうしたらいいの？では私と一緒にママを助けに行こう。え？君はママが心配なのだろ？それならこんなところで待っているより一刻も早く迎えに行った方が君のためにもママのためにもなるのではないか。安心したまえ、君を危険な目には合わせない。だって私は君を守るために生まれたのだからね。でもあんたさっき別に強くないって。ああ、むしろ弱いと言っていいだろう。ダメじゃん。ダメではない。たとえ弱くても君を危険な目には合わせない。君のパパと約束したからね。パパと？その通り。それに私はパーツさえあれば強くなれる。この近くにギアが手に入る場所はないか。そうしたら君の役にも立てるだろう。ギア？ペグレオのお父さんがやってる工房、バクファーレンコンデクターダブルズコレクダブルズ。
決まりだ。私をそこに連れて行ってくれ。そして一緒に君のママを助けに行こう。絶対助けてよね。ああ、約束だ。約束だからね。私の名前はシェリー・オールディーズ。アイザックって言ったわよね。よろしくね。ああ、よろしくシェリー。で、これで、行きましょう。どこだ？ちょっとやりにくい、操作しにくい。あ、こっち、びっくりマーク、これ、玄関、これか。ちょっと待ってて、忘れ物ないか、2階の部屋も見てくる。忘れ物？外にいるあの変なの、壊せないわけじゃなさそうだし、家の中に何か使えるものがあるかもしれないしね。わかった、探そう。うん。部屋ね、上か、階段。地下。うん、どっちだ。え、何こいつ。こいつとは失礼ですわ。いつもアリアさんに使ってもらっているのに。ママ？いつも皆さんの服がきれいに仕上がるように私の力が大いに役立っていると思うのですよ。もしかしてあのアイロン？さようです。なんで話せるの？なんででしょう。私もよくわからないのですが、気がついたらお話ができるようになっていました。まあせっかくこうやって話せますし、ちょっと今まで大切に使っていただいた恩返しをしようと思いまして。恩返し？お嬢様の服をきれいに仕上げて用意してあげようかと思いまして。え？タンスの奥にしまってあったたくさんのお洋服、着ないのももったいないので、必要があれば新品同様の服に仕上げてみせますわ。本当？ええ、ただちょっとご用意いただかないといけないものが。何よ、ただじゃないの？はい、私自身はこの通りメカですので、パワーがいるのです。この世界にある水晶玉と呼ばれる水の結晶が欲しいのです。もしありましたら私のところに持ってきてもらえれば、服をきれいにしてお渡ししますわ。わかった、探してみる。その水晶玉ってのを持ってくればいいのね。はい、お待ちしておりますわ。うん、水晶玉。お、何かこういったアイロン、アイロン。パパとママがお誕生日プレゼントにくれたお気に入りのドライヤー。外の変なのに壊されたら嫌だし、肌身離さず持っておこう。何か見つかったかい？ううん、武器になりそうなものはないみたい。しょうがないわ、とりあえず行きましょう。よし、行きましょう。あ、こちらだ。階段、こっちだね。お、赤い点々が続いてる。なんだ、これは。あ、これ敵か。敵だ、赤い点は。どうやって戦う？敵が現れた。攻撃。おう。基本戦闘にゲームオーバーとアイテム防御について。味方キャラは敵からダメージを受けると HP が減っていき、ゼロになると戦闘不能になります。戦闘中にアイザックが戦闘不能になるとゲームオーバーになってしまいます。アイザックがやらないようにアイテムやコマンドや防御コマンドを使ってうまく戦いましょう。ゲームオーバーについて。ゲームオーバー、戦闘ではアイザックの HP がゼロになるとゲームオーバーになります。たとえ他の味方キャラとか残っていてもアイザックが得られてしまったら、その時点でゲームオーバーになってしまいます。アイテムの使い方について。アイテム、コマンドでアイテムを使う。コマンドでアイテムを選ぶと持っている消費アイテムを使うことができます。上下で使いたいアイテムを選んで A ボタンを押し、使用したいキャラクターを右左で選んでアイテムを使用します。消費アイテムには HP を回復したり特殊な効果を持つものがあります。状況に応じてアイテムを使用しましょう。防御について。防御、
コマンドで防御を選ぶとそのキャラクターが受けるダメージを減らすことができます。防御したキャラクター、あら、いった。防御でダメージを減らしたりアイテムによる回復を使ってアイザックの HP が0にならないように注意して戦闘進めましょう。ということで、アイザックを守らなきゃいけないですね。とりあえずちょっと待って、あれ、それでは攻撃ビジョン、どうよし、攻撃アイザックビジョン、あら、アイザック弱い。攻撃できるのアイザック、お、45。なるほど、こんな感じの戦闘があるわけですね。ベイマックスみたいな感じですかね、ベイマックス。わー、敵おる、逃げよう、わー、逃げれない。あ、2体ある、2体。あ、行動順について、行動の順番、単性、行動する順番を表しています。素早さが高いほど先に行動が巡ってきます。行動順のアイコンについて、味方敵を含め行動できる順番にキャラクターのアイコンが表示されます。行動順の上にいるキャラクターから順番に行動します。行動順を見ながら次はどのコマンドを選択するか決めましょう。 あれが行動順番、左側ですね。あ、なるほど。攻撃で、次アイザック、お、なんかアイザック、防御なんかあるけど、まあ、とりあえず攻撃。ああ、アイザックまだミスが多い。お、攻撃、ああ、またミス。アイザックやばい。アイザック体力どれぐらい？まだ8。あ、結構あるね、体力。あ、自分がない。アイテムあるの。アイザックも使えるのかな？アイザックもアイテム使えるのかな？アイザックアイテム使える？あ、ダメだ。アイザックアイテム使えない。お、レベル2。スキルゲット、スキル、ヘルプに行動順が追加されましたって。という感じで、うわ、来た、もう敵はいいからアイテム使わないと、回復しないとダメですね。おー、敵が3体もなんか、あ、来た。スキルについて、戦闘中にスキルポイント SP を消費して使用できる技です。スキルにはレベルがあり、レベルが高いスキルほど威力が高くなり消費する SP が多くなります。スキルに応じた SP が足りない場合や、スキルを覚えていない場合はスキルを使うことができません。スキルポイントのチャージ、通常攻撃を行う、ダメージを受ける、敵を撃破する、アイテムを使うことで SP がチャージされます。また行動順が回ってきた際にも一定の SP がチャージされます。スキルの所得、特定のレベルを達することで新たなスキルを所得することができます。所得すると戦闘後のリザルト画面に表示されます。どんどんレベルを上げて新しいスキルをゲットしていきましょう。よし、ちょっと、あ、レベル上がってるからパワーが回復してますね。よし、攻撃しましょう。スキルどこだ、まだか。あ、スキルできた。これでエイド、仲間を優しく手当てする。ああ、回復系、他はできてないですね。まだエイドだけ、回復だけですか。まあ、攻撃、お、強くなってる。なんか逃げ切った。お、体力が、でも、よし、攻撃、
結構防御力強いじゃないですか、議長。はい、いいですね。なんかビスケットいっぱいもらってる。さあとりあえず行きましょう。このあん、どうした少女よ。おばあちゃんカフェにいるのかな。その人も君の大切な人なんだね。うん、カフェに行こう。カフェ、カフェに入りますか。ということで一応まあ今ちょっとね結構いい時間になってるんで、まあこれで一回区切りたいと思いますので、ご視聴ありがとうございました。また引き続き撮っていきますので、またご視聴のほどよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。